ちゃん。かすみよ、ようやく見つけたわよ。エンジェちゃん。そのお花は亡くなった家族への？偉いわ。それ投げるんでしょ？いいわよ。それまで待ってあげる。おばさん、いつからここで待ち伏せを？早朝からよ。おかげですっかり待ちくたびれちゃったわ。何しろ喫茶店もお化粧室もないからね。トイレもないから、お上品に木陰で用を済ませていたわけね。仮にもスマデラ家の血を半分引いてる淑女が、そんな汚らわしい言葉を使うんじゃないわ。やっぱりスマデラ切り絵の子ね。気品のかけらもありゃしない。おばさんが私のことを話すと、いつも母さんのことばかり。私、そんなにも母さんに似てますか？ええ、似ているわ。その生意気そうな目つき、鼻も口もそっくりよ。自由奔放で無責任。歴史と伝統あるスマデラ家の重みなど何も考えず、自分勝手に家を飛び出したわ。おかげで私の人生はずっとその尻拭い。まさにあんたの人生クソまみれね。に似てきたわ。その目つき、そのどこか小馬鹿にした目つきよ。はあ、思い出すわ、いろいろと。哀れな人ね。きっと幼い頃から何かにつけて母さんに比較されて蔑まされてきたんでしょうに。そしてあんたは一生その惨めさから解放されやしないわ。お前みたいな小娘にはわからないわよ。あんたのお母さんはね、何もかもを投げ出してスマデラ家を逃げ出した負け犬なのよ。その負け犬のせいで私がどれほど迷惑したことか。あんたの迷惑なんか私の知ったこっちゃないわ。私の生まれる前の話をされても困るわよ。あんたの人生はいつ始まるの？始まりゃしないわ。いつまでもいつまでも永久に死んだ母さんに嘲笑われ続け、そのまま死ぬのよ。というか死ねば、なんで生きてるの？この口の減らないガキが。あんたたち、ちょいとお茶をしてやりなさいな。お任せを。口の利き方も知らねえクソガキが、少し勉強させてやるぜ。
私が一服終えるまでに適当に可愛い姪にちょいと身の程を教えてあげなさい。あんたの母親のせいで私の人生はめちゃめちゃにされたわ。いいえ、一度殺されたと言ってもいい。あの日に私は一度殺されて地獄のような日々に突き落とされたのよ。それまで人生舐めてきたツケじゃない。口の減らねえ小娘だぜ。うらっ。人生、生活も生き方も何もかもを奪われたわ。事情を知らない親類からは姉さんの不名誉を理由にどれだけ蔑まれたことか。呪ったわ。あなたのお母さんを血を吐くほどに呪ったわよ。そりゃ嬉しいわ。これからもよろしく。姉さんを後ろ宮グループのパーティーで見かけたわ。あいつとても幸せそうに笑ってやがった。私
全部押し付けて自分だけ幸せに。だから何、私に八つ当たりするとどうあんたが幸せになるってわけ。私に八つ当たりすると時間が巻き戻って歴史が変わったりしてくれるわけ。あんた、さっき言ったわね。私の人生はいつ始まるのって。いくら恨んでも八つ当たりしても時間を巻き戻すことなんてできない。じゃあ私は死ぬまでこうして死んでもなお姉さんを恨み続けて。冗談じゃないわ。いつまで私は姉さんの亡霊に苛まれてなきゃならないのよ。だから考えたのよ。これを成し遂げたら全ての恨みを忘れてやり直せるってね。待ちなさいよ。そんなにこの島が大好きならしっかり深く埋めてあげるわよ。その若さで死にたくないでしょ。母が迷惑をかけてすみませんでしたとか言ってみたくはならない。誰が言うのか。表向きだけでも調子を合わせて時間を稼ぐべきです。くだらないプライドは燃えないゴミの火に出しとけってよく言うわね。天草さんは、天草さんが来てくれればきっと。ダメ、あいつの姿は見えないわ。エンジ様のバカ、どうして天草を置いてきたんです。私が怒っているということは、きっとエンジェが何か悪いことをしたのだろう。なら、その悪いことが問題なのであって、何をしたかなんて今さら思い出せなくても問題ない。
なーに？私に何か文句でもあるの？